はい、実況やらさせてもらってます、城本慎一と言います。よろしくお願いいたします。今からですね、ファミコン版のですね、ファンタジーゾーンね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。こちらですね、アーケード版としてはね、オリジナル作品はセガのね、ゲームなんですけどもね、ファミコン版はですね、こちらね、サンソフトがね、移植されてるっていうことですね。サンソフトの移植された、ファンタジーゾーンですね。こちらやっていきますんでね。よろしくお願いします。結構好きなんですよ、このゲーム、僕ね。あんまり上手くないんですけどね。どこまでいけますかね。音楽も結構好きですね。うわ、懐かしい。すごい久しぶりにやりますけどね。お。あ、店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 。よし。これはね、まあ、羽は取っといた方がいいな。とりあえず一面はね、そんなね、大したことないんでね、あんまり買わなくていい気がするんですけどね。はい。いいか、とりあえず。まあ、これ取っとくか、これついになっちゃうとかね、これ便利なんでね。あとはいいや。よし、これでいい。そうそう、これツインだとね、楽なんですよ、これ潰すのがね。ああ、しまった。くそ、タブレットが四角になってる。そう、せっかく取ったアイテムがね、死んじゃうとなくなるんでね。2つか、壊すやつは。これか。あと1つ。あと、これ壊したらボスですね。うわ、音楽好きなんですよ、ボスの音楽。すげえかっこいい。おお、帰ってくるんや、これ。帰ってくると、ああ、しまった。マジかよ。一面ぐらいクリアしないと。ああ、もうこ。くそー。一面ぐらいクリアしないとこれあかんで。これ最高記録はね、僕3面ぐらいまでですね。確か行った記憶がありますね。これとこれ取っとこう。やば、あ、怖っ。もうタブレット邪魔やって、ほんまに。四角になりすぎやつうね、ほんまに。もうあれかな、座る位置が悪いのかな。よし、ボス。もうこうやって避けた方がいいな。微妙な避け方しない方がいい。よし、倒した。あら。よし、だいぶ取った。ここはレーザーがあった方がいいな、これ。これでいいや、とりあえずな。これを一定時間だけで撃てるんですよ、これレーザー。怖っ。怖いな。ああ、なくなった。もう慎重に行こう。ああ、しまった。慎重に行こうって言ったところからもう。レーザーもう一回取れるね。で、羽と、
あれと、これ、これを。あと4つか。あと4つ。これか。おお、怖っ。もうこの辺から敵の攻撃激しいな、やっぱり。怖っ。あ、もうなくなった。早いな。うわ、きついな。うわ、硬っ。まだか。うわ、きついな、これ。難しい。まだか。まだか。レッドボス。あ、こいつか。これまあ、うわ、怖っ。避けるの難しいな、これ結構。うわ、これ怖かい。うわ。まあ、最高記録。うわ、これきつい。うわ、怖っ。ボスの音楽はいいけどな、緊張感があるよな、これは。おお、今の危ない。避けにくいのと避けやすいのがあるから、これ。あと1個。よし、倒した。よっしゃ、3名。もう3名までいけた。なかなか いけないからね、普通、いつもなら。さあ、どこまで行けるかな。あー、しまった。しまったー。最後の一機や。もう一回ショップ行けるか。レーザーもう一回回復。あと3つやもんね。あと3つ。うわ、怖っ。何今の雑魚。あー、しまった。難しいな、やっぱり三面山な。まあ、こんなところですかね。とりあえず今日はね、まあ、最高記録までいけたんでね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。